これまで配布したもの約3枚も含めて、お一人様7枚を9月中旬までには配布していく。現在は新型コロナ感染者数が東京中心に増加しこれまで介護施設などのすべての職員と利用者を対象に布マスク3月中旬以降順次配布しておりますが、介護施設の関係者からはお礼のご連絡をいただいているところであります。布マスクについては繰り返し利用できることから、相対的にコスト面でも安価であり、またマスク需要の抑制に資すること、高齢者などは重症化するリスクが高いと言われる中で、今後の感染拡大への備えという観点から重点的に対策が求められております。その継続配布は有意義であるというふうに考えます。これまで配布したもの約3枚も含めて、お一人様7枚を9月中旬までには配布していく、こういうふうに聞いています。